ガレアッツォ一世ビスコンティは、ミラノの選手。マッテイオ一世ビスコンティとボーナコ・サボ・リノコ。1300年6月、ベアトリー・チェデスティと結婚。同年ビスコンティ家は、ミラノから追放され、彼は、エステ家の領地とボーナコ・ルシの宮廷で数年を過ごした。1322年、彼は、民の隊長の称号を、 ミラノで受けたが、間もなく重廷ロドリージオ・ビスコンティの反乱によって、ミラノから脱出せざるを得なかった。神聖ローマ皇帝ルートビヒ4世への支援を受け、彼は教皇の使わした軍をバプリーノで打ち破った。1328年、弟マルコの裏切りに遭い、弟ステファノが暗殺され、カレアッツォはモンザに投獄された。 ガレアッツは同じ年の3月に釈放され、当時のギベリンの狩領カストルッチョカストラカーニの下に身を寄せた。しかし、数ヶ月後にペスチアで死んだ。弱視、アッツオネガートを継ぎ、娘リッチャルダはサルッツォ公、トンマーゾ2世の妻となった。ありがとうございます。